朝ドラ「ひよっこあらすじ予告」第9はルが失踪しミヨコが上京4月12日水放送分危機物語ミノルに送った手紙が転居先不明でミヨコのもとに変装されてきましたミヨコは早速ミノルが暮らす東京の宿舎に電話をすると ミノルは東京に戻った直後に失踪していたことがわかりました。不安を募らせるミヨコに、宗男は東京に行くことを勧めます。宗男の助言を受け、東京に出向く決心を固めるミヨコ。ミノルが失踪した事実を子供たちには内緒にし、東北の親類の葬儀に行くと偽って、ミヨコはたった一人で東京に向かうのでした。